の、ぬぬん、どうも、しょるんでーす。はーい。今回は、ですね、じゃじゃーん、こちら、2022ウェルカミングコレクション、ブラックピンクを開封していこうと思います。イェイ。私はですね、2019年、2020年、2021年と、毎年こちら、開封しているんですけれども、今年もやってまいりました2022年ウェルカミングコレクションということで、なんか今回もね、こんな感じでちょっと袋に入っててなんか可愛い感じです。ワクワクしますね。というわけで開けていきましょう。なんかこれね、特典入ってた気がするんだよね。あれれ？私はですね、今回9点で買ったんですけど、その9点のショップの特典みたいな感じで、非公式のね、こういう透明のトレカが入ってたんですけど、まあまあ、まあ、非公式ってさ、どうしたらいいかわかんなくない？可愛い顔面映ってるじゃん。だからさ、捨てようとか思わないけどさ、でもなんか使わないじゃん。どうしたらいいかわかんないんで、やめてください。そして一緒に入ってたのは、この子たちでございます。確かこれがウィバース特典ですね。9点で買ったんだけど、このショップで買ったら、ウィバースの特典もつくよーみたいなショップがあって、だからそこで買いました。ウィバース特典開けてみますね。毎回ね、このウェルカミングコレクションね、ユニットっていうのペアが、このジェンチュとリチェンなんですよね。これ透明になってるのすごっ。白の台紙みたいなのに透明のやつがついてる。そして私はですね、皆さんご存知の通り、リチェンペンなんですよ。ペアがね、22で分かれるんですけど、去年もリチェンだった。好き。嬉しい。という感じで、めっちゃ可愛い。今回のビジュアル私そんな詳しくまだ見てないけど、超可愛いの。だからちょっと今回めちゃくちゃ期待してます。で、他にもトレカが入ってるみたいです。もう一枚。後ろに、リバースショップって書いてある。あれ、それでは早速始めていきましょうって言ったっけ？まあ、言ったよね。それでは、トレカ開けます。せーの、ぴょん。うわ、なんか、これ見て、輝いてる。これも4枚入ってるのかな？ジスちゃん、ジェニちゃん、ロゼちゃん、リサちゃん。リサちゃん今回ピンク髪の時に撮影してるんだね。めちゃくちゃ可愛い。私ロゼちゃんはね、金髪がすっごい好きなんですよ。可愛い、似合ってる。めっちゃ嬉しい。超可愛いこのトレカ。裏面はこんな感じです。なんか今回こういう花がモチーフなのかな？ブルピンね、トレカ少ないように見えてね、意外といっぱいあるんですよ。だから集めるのすごく大変。そして、これ。これはですね、ちょっとだけお金出したら、なんかね、このね、あんま映せないんですけど、こういう QR コードがついたカードが1枚だけ入ってるんですよ。これの中にね。で、この QR コードを読み込むと映像が見れるみたいな感じです。すごい機能だよね。DVD じゃないっていう。こんな感じで特典の紹介も終わったので、開けていきましょう。めっちゃ楽しみ。さっき紹介した通り、ブルピン毎回こんな感じでピンクなんですよ。超可愛い。超可愛い。という感じで、開けていきましょう。今年はね、出ないのかなってずっとネット上で言われてたんですけど、出ましたね。いきます。せーの。ピンクでちょっと紫がかってる感じだね。裏はこんな感じでピンクに濃い赤。毎年こんな感じでさ、箱になってるんだけど、今年はちょっと違うっぽい。じゃーん、わーい、こんな感じでございます。ちゃんとね、細かいところまでこだわられてますよ、本当に。それでは上からどんどん紹介していきます。じゃじゃーん、こちら後ろは紫。私の好きな色が詰まってる、本当に。これはカレンダーですね。3月27、リサ、1000色って書いてある。そう、今日撮影日は3月の28日なんですけれども、昨日、リサちゃんの誕生日でした。おめでとう。そして、私の誕生日でした。おめでとう。そして、チャンネル登録者10万人行きました。おめでとう。本当に昨日はね、めでたいことがたくさんあって、本当に幸せな一日になりました。本当にありがとうございます。こんな感じでカレンダーですよ。毎年全部写していいのかちょっと不安になるんだけど、4枚だけ見せたい。かわいい。シックな感じ。お姫様って感じ。かわいい。こんな感じでいっぱい姫が見れます。というわけでカレンダーはこんな感じでございます。そして次に、ポーン！こんな感じでパズルのように詰められております。これってなんだろう？一番上にリサが来てるってことはランダムなのかな？これはなんだろう？多分これあれですね。トレカですね。やば！このトレカの量。トレカじゃないわ。え、でもトレカだわ。Hello, my name is. あ、これシールになってる。ここ剥がせるわ。ここに名前書いて、なんか、プレゼントとか送る時とかに使えるよってことかな。かわいいこのジェンチュ。やばいね。このツインテールえぐい。かわいい。リチュー、何してるの、かわいい。かわいい。
そしてここからソロですね。いや、グッチのモデルみたい。かわいい。いや、かわいい、ジスちゃん。ジスちゃんってさ、私毎回思うけど、なんかすごい綺麗めな感じのさ、アイドルにもなれちゃうしさ、かわいい系のアイドルにもなれちゃうじゃん。さすが非公開練習生。そしてリサちゃん。かわいい。お誕生日おめでとう。という感じでございますね。なんか少なくね？リサちゃん3、2枚しかなく、ああ、ここにいる。いやー、かわいい。こんな感じでございました。そしたら次に何行きましょうか？こちら。行ってみましょう。そう、いっぱい入ってるからね、めっちゃ楽しい。じゃじゃーん。なんだこれは。これあれじゃない？さっきの。あ、違うやつだわ。違うやつだ。これはリチェンとジェンチュのポラロイドチェキ的なやつか。そして、これは何だろう？シールだ！かわいい！めっちゃかわいい。これあれしたい。パソコンに貼ろっかな。そしてかわいい！え？かわいい。あ、かわいい！もう私は身も心もボロボロだ。同じ人間なのに不公平だ。けど本当に幸せ。こんなかわいい人たちを見れて。そしてあと2つ。これ。何これ？メモ帳？うわ、すごい！トゥードゥーリストだ。これ全部一緒？あ、全部一緒だ。いっぱい入ってるよ、トゥードゥーリストが。何月何日？今日はこれをやるって言って、やったらチェックをつけるみたいな。で、ここがメモ欄。めっちゃいいじゃん、これ。超かわいい。こういうウェルカミングコレクションとか、他のアイドルとかも出すシーズンズグリーティングとかの、こういうグッズってめっちゃ実用的なものが入るのね。カレンダーだったりとか、スケジュール帳とか、こういうトゥードゥーリストとか。だけどさ、もったいなくて使えないの、毎回。だから、過去3年のやつも全部使ってなくって、全然。だからね、どんどん溜まっていくばっかなんだよね。トゥードゥーリストはね、可愛いから使いたいなって思います。おい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 、外れてるやないか。これくっつくはずなのに。そうだよね、多分。しっかり外れちゃってるやないの。ブルピンのメモ帳ですね。これめっちゃいいじゃん。ブラックピンクって書いてるだけでめっちゃシンプルで使いやすそう。そして次、これ。これが最後かしら。あ、まだあるわ。まだいっぱい下にある。それでは、こちら見てみましょう。これはフォトブックかな？なんだ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 。なんだこれは。いやー、雑誌じゃん、こんなの。ジスちゃんやばいって。かわいい、マジでかわいい。ピンクの髪の毛似合いすぎ。ジャニちゃん。相変わらずかわいい。お人形さんじゃん。こうやってやって。かわいい。ロゼちゃん、かわいい。ちょっとマジ。ちょっとタグルのことをいきなり話すのはどうかと思うんだけど、トゥワイスのね、ワンモアタイムってあるじゃないですか。あれを見て、ヘヨンちゃんの推しになったんですよ、私。それがなんでかっていうと、ピンクと紫の背景とかで、ね、ツインテールしてたの。めっちゃ可愛いって思って、この子可愛いって思って好きになったんですけど、ちょっとこれはね、ワンモアタイムを思い出させる何かがありますね。めっちゃそっくりやない？可愛い！もう私こういうビジュアル超好き。ジスちゃんに似合いすぎてるね。というわけで、次行きましょう。こちらですね。あ、なんか二つある。これ、二つなんだこれ。やばい！このピンクの方は、ジェンチュブック。ジェニちゃんとジスちゃんがおります。かわいい。で、こんな感じで何枚か写真がポーってあって、こちらノートになっておりますね。使えるかい！こんな可愛いのもったいなくて使えないや！けどこれ持ち歩いたらめっちゃなんかモチベ上がりそう。はぁ、なんか疲れちゃったな。かわいい！今日も一日頑張ろう。あほ、あの顔。いや、これさ、可愛すぎない？このロゼちゃんのこの髪型といいさ、このピンといいさ、このポーズとビジュアル？それリサちゃんのこの髪の毛とかもピアスとか服装とか、最高すぎ。ジェンチュブックはさ、このなんか、5ミリ方眼みたいななんか、こういう四角形だったのに、リチェンの方はこっち、こんな感じで、横のやつになってる。こういうウェルカミングコレクションとか、こういうグッズ系もね、使いたいよね。使った方が絶対いいよ。うん。おうおうおう！そして、ラストになりました。これはちょっとうっすら見えるんですけど、カレンダーな気がします。ただこれはもしかしたらランダムかもしれない。けど過去にね、ポスターがランダムってことはあったんですよ。いやでもこれランダムじゃないかもしれない。ランダムじゃなかった。顔。じゃじゃーん！かわいい！ガチで最高。やだ、なんか私ライブに行きたくなってきちゃった。え、ほんとにさ、最後に私ブルーピンのライブ行ったら2020年2月ですよ。もうその時もコロナ流行りかけてたの。で、その2日前に初めて福岡でコロナが出ちゃったのね。私2日後に福岡行くし大丈夫なんかなって思って。めっちゃ怖かったんやけど、コロナにはなりませんでした。というわけで、ちょっとすごくライブに行きたく、こんな感じ、皆さんももしかしたらこのライブ、もしかしたらこの動画を、これどうやって締めたらいいの？わかんないや。わかんないんですけど、わかんないなりに動画を締めさせていただこうと思います。というわけで、今回はですね、ブラックピンクの2022年のウェルカミングコレクションを開封してみました。ライブが来る日まで、一生懸命、おたかつして待っていましょう。というわけで、
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルヌーン。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。